グルメシティ庄内店は、株式会社大英が運営する、ショッピングセンター。大阪府豊中市庄内西町2丁目に所在し、阪急宝塚線庄内駅前の商店街、庄内本通り商店街の一角に立地する。1964年4月5日に、大英庄内店として開業。食品スーパー業態の大英グルメシティ庄内店への転換を経て、 建物の老朽化により建て替えられ、2013年4月27日にグルメ式庄内店として再度開業した。本校では旧店舗と新店舗を一括して取り扱う大英庄内店として開業。それぞれ地上5階建ての2棟の建物で構成されていた。エレベーターエスカレーターは共に設置されていなかった。開業当初の名称は、 省内ショッパーズプラザであったが、後にはこの名称は使われず、大英グルメシティ省内店の名称を全面に出していた。ただし、大阪府への届出上の SC 名称では、省内ショッパーズプラザとなっていた。1995年1月17日の5時46分52秒に、マグニチュード7.3の兵庫県南部地震で、建物に、 甚大な被害を受け営業不能となるも、1995年2月15日から、同年3月9日まで店外で営業を続けた。その後は、食品スーパー業態の大英グルメシティに、業態転換して営業をすることとなる。事実上の1号店であった大英千葉屋支店が、閉店した後は、大英として開業した、最古産の店舗として、 営業を続けていたが、47年を超える建物の老朽化は著しく、大英グルメシティ庄内店は2012年1月31日18時をもって閉店した。跡地には、市場2階建ての建物が建設され、2013年4月25日にグルメシティ庄内店として開業した。総合スーパーを成功させた大英が、米国で流行していた。 ショッピングセンターを日本に導入するための実験に白羽の矢を立てたのが大英省内店であった。スーパーマーケット機能と銀行が入居する旨と専門店が入居する専門店旨との二つに分け集客を図ることは当時の日本では画期的であった。実験的ではあったものの大英は日本でのショッピングセンターの基礎を作ることに成功し、この方式は大栄のみならず、 同業他社にも導入され、多数の店舗でこの方式が取られることになった。米国占領下の沖縄で1954年に、プラザハウスショッピングセンターというショッピングセンターが開業しているが、開設当初はアメリカ人専用であったこと。当時、沖縄は未だに米国姿勢下であったことから、日本で開業させたショッピングセンターは大英省内店が最古とされている。 なお、日本で初めての本格的な郊外型ショッピングセンターは1969年に開店した玉川高島屋ショッピングセンターとされる。閉鎖された大英グルメシティ省内店4階から5階には、かつて屋上遊園地等のテナントが存在していたが、阪神、淡路大震災以降は閉鎖され、一部フロアは大英の関連本部が入居した地入り禁止となっていた。 メガネの愛ンの1号店は、庄内店1階に入居していた店舗であった。同社は跡地に建設された、グルメシティ庄内店にも出店している。ありがとうございます。